猫の体重メインクーン、クーちゃんの場合、我が家のデカ猫メインクーンのクーちゃん、10月が誕生日で2歳になります。さてさて、大型猫のメインクーン、デカ猫の体重は乗っかってよ。うまく体重計に乗せたいんだけど足を乗せてくれない。乗っかって、そう、うわ、見れない。あれ、4キロ？何度もチャレンジするうちにおやつがなくなる。どうする？どうやって測る？くーちゃんのお気に入りの洗濯ネットに入れて。あれは、あそこ、行くよ。オッケー、抱っこして測り直して 8.7 キロでした。1歳の頃は確か6キロ台だったかな。ずいぶん育ったね。テーブルから降りるときドカッという音がする。あんまり運動してなさそうだし、最近腹回りがすごくない？夏は暑さからか食欲が落ちたけど、秋になって涼しくなってくると食欲も戻ってきた。毛で覆われていてわからないけど、タプタプなお腹。猫の体重のボディーコンディションスコアって？メインクーンは大人になるまで2、3年かかると言われています。メインクーンのオスは6キロから9キロ。ってことは、クーちゃん大きいタイプだよね。大人の猫に必要なカロリーの目安は、体重1キロにつき70から80キロカロリー。餌の量は多すぎないけど、クーちゃんはいつもゴロゴロしていて、あんまり活発に動かない。見るの大好きだね。お腹のお肉はみ出てない？標準体型にあるような腰のくびれがほとんどないよね。でもメインクーンはこんなもんなのかな。猫の肥満は糖尿病、脂肪肝、関節炎、口内疾患、皮膚病などリスクを高めると言われています。お腹を触ると嫌いなの？愛読している猫の本によると、太る原因となること、完全に室内で飼っている、一頭で飼っている、飼い主が遊んであげる時間がない、高いところにあまり登らない。全部当てはまる。運動不足解消しなきゃね。ちなみに肥満とは正常体重の 120% になった体型。1歳の誕生日の写真を横と上から撮っておくと、その後痩せた太ったの判断基準となるんだって。1日に必要なエネルギー量、体重 ×30+70、 子猫の時期は高カロリーの餌だったけれど、1歳過ぎからは大人用のフードに変えました。重い。
長毛種の場合、1日10分から15分遊んであげればいいみたい。うん、無敵。少年と遊ぶ時間を増やさないと。少年にできるだけクーちゃんと遊んでもらおうとしたけど、クーちゃん一緒に遊ぼうよ。少年が一人ではしゃぎ回って遊ぶのをそばで悠々と見てる状況に。こりゃダメだ。太りすぎも心配ですが、急に痩せる原因としては口内炎や歯肉炎などで食べられないことや内臓の病気が考えられるので注意が必要です。レイクーは探検、狩りが得意。猫の中でも遊び好きと言われているので、今度はクーちゃんの好きそうなおもちゃも工夫してみようと思ってます。クーちゃん知らんぷり。チャンネル登録よろしくね。